お待たせしました。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3プロフェッショナル。ちょっと危うかったけど、やっていきましょう。正直ね、僕これ初プレイなんで、まあちょっとワクワクしてるんですけど、まあこれ出たのももう何年前なんですかね。ちょっとわかんないんですけど。よいしょ。はい。名前はいつも通りラビットでやっていきます。あーで、なんかキャラメイクみたいな、できるんだね。とりあえず一旦、早く冒険始めたいんで、デフォルトでいきます。さあ、ジョーカーシリーズがね、これで完結らしいんで。スクエアエニックスプレゼンツ。なんか、侵入してるんですかね、これね。もう少し、もう少しなんだ。間に合ってくれ。できたぞ。あとはこれを。おお、キラーマシン的なやつがね、いますね。こんな色のやつって昔いたっけ？新キャラかな。お、目が思ったよりつぶらだな。届け、希望のところまで。あー、なんか後世に残さなきゃいけない技術をこうなんとか避難させて、誰かこれを受け継いでくれみたいな感じなのかな。はい。そしてこのなんかデバイスというかね、球体のものが世界中を駆け巡って主人公のところに来るんじゃないか、おそらく。カバシラーがいますね。お、動く石像とかね、いろいろいますね。お、ベビーサタン出てくるキャラ全部言っていくっていうね、子供みたいな。映ったら全部キャラ名言っていくっていう。はい。そしてこれなんか主人公の村っぽくない？そんなことないか？結構近未来的な世界観なんですかね、割と。だいぶ遠いところまで来たんじゃないこれ。ああ、ああ、雷撃たれたじゃん。はい。で、墜落して、それを主人公が見つけるみたいな感じなんかな。マジでね、普通のジョーカー3もやったことないし、もちろんこのプロフェッショナル3もやったことないんで、全くストーリーが分かんないんですけど。ジョーカープロフェッショナル。はい。で、今作からそういえば 3DS になってるから、映像が割とね、綺麗になってますね、やっぱね。 DS の頃と比べるとだいぶ綺麗です。まあ、ただね、僕はレトロゲームおじさんだから、グラフィックはそんなに重視してないんで、もうね、ドット絵でもいいぐらいですね。はい、これ主人公かな？はい、主人公ですね。すごい前髪してんな。お、ロボット。ピピ、おはようございます。あなたのしぼめのサンチョでございます。サンチョって、ドラクエ5にいなかったっけ？朝食ができております。で、テーブルまでお越しください。サンチョってさ、ドラクエ5にいた、おっちゃんじゃなかったっけ？違ったっけ？はい。おー、移動、すごいね。で、カメラもこう回せると。すごいな、移動が快適かもしれない。どうぞ召し上がってください。美味しいですよ。で、このロボもね、なんか、サガとかに出てきそうな、
ちょっとスクエア味があるね。はい、出された朝食を食べた。はい、惚れ惚れする食べっぷりでした。満足されたよりようで何よりです。ところでご主人様、今日のご予定はお決まりですか？お天気がよろしいようです。庭でお昼寝などいかがですか？ さっきベッドで昼寝してたけど、庭でも昼寝すんの？冒険したいよ。でしたらご本を読まれますか？すぐに新しい本をご用意しますが。いいえ、冒険させろ。はい、のんびり散歩するのも悪くないかと。それでお願いします。はい、お花がきれいに咲いてますよ。心ゆくまでゆっくりとお花畑をお楽しみください。今日も良い一日をと。ここは楽園、安全で優しい世界、誰もご主人様を傷つけません。前のことなど忘れたままでよろしいのです。ここはどんなことでもご主人様の自由。何ができるのか確かめたいのでしたら X ボタンを押し、旅の心得をお読みください。なんか過去に何かあったのかね。過去になんかひどい目にあって、それをこう忘れるために、こうのどかな村に引っ越してきたみたいな。はい。おお、すごいね。綺麗だね。まあ、とりあえず。おお、こいつはさっきのやつ？山頂。なんか さっきまで部屋の中いたのに、もう僕より先に外にいるっていうね。お、スライムだ。悪いスライムじゃないかな、これ。てか、でけえな、スライム。ねえ、ラビット、今日は何をして遊ぼうか。蜘蛛の数でも数えてみようか。Y ボタンを押しながら十字ボタンを動かせばあちこちぐるぐる見回せる。はい。これでね。はいはいはい。あ、モーモンもいますね。ピンクモーモンかな？普通のモーモンか？何をするか迷ったら下画面の地図を見て赤いびっくりマークを探すといいんだもん。迷いがなくなったら B ボタンでジャンプ。ジャンプもできるんだ。お、できるね。そういえば、あれだね。最新作のモンスターズ3。ピサロが主人公のやつもジャンプができたね、そういえば。すごいな、結構ぬるぬる動きますね、これね。はい。で、これが、降ってきた機械か。正体不明のポットだ。見たことのない機械が中に入っている。頭に装備する機械のようだ。装備してみますか。危ないだろ。ドゥグ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 っつって。呪われないよね、大丈夫。あ、ちっちゃ。そういう感じか。これより着用者の、確認を行います。バイタルチェック開始。なるほどね。さっきの丸いやつごと頭につけるのかと思ったわ。登録されている DNA データと一致。正規の着用者であると認定します。プログラム自動再生。ガイドビーコン送信を開始します。正規の装着者なの？僕。はい。ちょっと水分補給しよう。見つけた。ヒロインかな、これ。やっと見つけた、ラビット。おお、この女の子も魔物とかいうことはない。あ、同じのつけてるね、耳んとこにね。探してたあなたのこと、ジャミングが強力で大変だった。いけません、ご主人様。この女は世界を滅ぼす悪魔です。今すぐ頭につけたリアクターを捨てて逃げてください。おお、護衛モード、山頂護衛モード、かっこいいね。邪魔をしないで、あなたになど用はないわ。おお、ああ、山頂が。ギギ、メインシステムに大きなダメージが発生しました。この空間を維持できません。幻覚発生装置にエラーが発生。まずあなたをこの幻の世界から解放する。現実見ろと。このサンチョが作り出してた世界なのかな、ここの楽園って。なんか洞窟みたいなところだね。ここから出ましょう、ラビット。こんなところにいてはいけないわ。ああ、山頂の亡骸が。じゃあ、
まあ、とりあえず、山頂はほっといていきましょうか。冷たいけどね。なんか、すごいな、操作感が、ちょっと慣れるまで大変そうだな。すごい、ぬるんぬるんに動くわ。ぬるんぬるんに。結構こう、よろよろしちゃう。スライドパッドでの操作が。結構、よろけちゃいますね。はい、この先に見える世界こそ、あなたが奪われていた世界。ごめんなさい。すべてを伝えるには時間が足りないみたい。この子もどっかから、こうなんていうの、ホログラム的な感じで来てるのかな？そのリアクターは道しるべ。あなたを真実へと導くためにある。旅立ちなさい、ラビット。世界があなたに真実を教えてくれる。そしてあなたがすべてを知ったとき、今度こそ私たちの目的を果たせる。私たち。どっかの組織に、いたとかなのかな、主人公が。それでその組織から逃げてきて、もううんざりして逃げてきて、この楽園にこう現実逃避したみたいな、そういう感じなのかな。おお、ちょっと今鳥肌が立っちゃったよ。イルルカの BGM ですね、これね。結構この BGM もこすられてるけど、やっぱいい曲だよね。で、ドラゴンクエストモンスターズジョーカープロフェッショナルっていうロゴが出て。なんか通信が入った？はい。あなたの冒険を完全確実に、サポートするリアクターシステム。はいはい。付近に集落らしき反応を発見しました。はい。じゃあその集落を目指していけばいいのかな。冒険中道に迷うことがあったら表示された目的地へ向かうといいと。はい。でも地図も出るし親切だね。リアクターのサーチ機能。調べたいものを見つけたときはサーチ機能で詳しく調べてみると良いと。はい。すべてを取り戻すために。記憶喪失なのかな？記憶はあるのかな？これはなんだ？ 20 ゴールド。で、メタルストーンいいね。すごいな、やっぱ操作がぬるぬる出すね、だって じゃあもう、久々にこれさ、実況してるからさ、もう実況自体が久々だからもう口が回ってねえよな。これ初めての戦闘かな？どいてちょー、危ないちょー。おうおう、プオン？ああ、こいつ見たことあるね。あいただ、ひどい目にあったっちょ。いやはや悪かったっちょ。お前、怪我はなかったっちょ？ちょっとデッドペッカーみたいなね。デッドペッカーの恐竜版みたいな。ノチョーラ族。こう見えて魔物じゃない。あ、そうなんだ。ここにいるのはオイラが迷子として保護したプオン。かわいい。あ、これお前。プオーンが最初の仲間もしかして。まさか。かわいい。あれれ、なんでオイラが乗ってたプオーンがお前に懐いてるちょ。そういえば、ノチョーラ族のキングから聞いたことがあるっちょ。魔物を従える力を持つモンスターマスターという人間がいる。まさかお前がそのモンスターマスター。かわいい。そのプオンお前に懐いたようだし仲間にしたらどうかちょ。お、いいね。すご。テリーのワンダーランドとかね、イルルカとかは最初スライムだったけど。これ最初プオン仲間になるんだ。ランク A じゃん。いきなり。じゃあ、ちょっとニックネームつけて可愛がろう。火山の力。はい、じゃあ鼻水も垂れてることだし、坊ちゃんにしましょう。マジか、いきなり A ランク仲間にしていいの？坊ちゃん、いい名前っちょね。さすがモンスターマスターだちょ。ところでお前名前はラビットっていうのかちょ。こんなところでお前というモンスターマスターに出会えるとは。これはみんなを助けられるチャンスかも。ちょっとお前こっちに来るっちょ。このノチョーラ族はノチョーラ族でなんかの問題を抱えてるんだな。そしてそれを、僕が、
あの救世主的な感じで救えると、セーブができると。はい。あとね、あのタイトル画面見たら分かったんですけど、あのあれもねできるらしいですね。イルルカのリメイクからあのモンスター連れてくるみたいな。てか前の人のデータ233時間もやってるじゃん。ごめんな、上書きしちゃって。13分のデータで上書きしちゃったよ。はい、話しかけて、まあチュートリアルかな最初は。スライムと、あそこのスライムと戦ってみるっちょみたいな。あそこに何体か魔物がいるっちょ。あれを相手に力を見せてほしいっちょ。真のモンスターマスターならパパッとやっつけられるはずだっちょ。はい、ぶつかったら戦いになるよと。はいはいはい、まあチュートリアルですね。この辺はまあサクッとやっちゃいましょう。その前になんかさ、アイテムあったんだが、アイテムいっぱい取ろう。蝶の羽、なんかアイテムいっぱいあんな。ちょっとスライムどうでもいいからアイテムいっぱい回収しようぜ。よし、まあさすがに勝負しよう。あー、 BGM はやっぱりこれなんだね。先手を取った。よしよしよし。おお、なんかすごいな、ダイナミックだな攻撃の仕方が。よし、 OK。 まあ A ランクモンスターですからね、こんな楽勝よ。ふおー、すごいっちょ。本当にやっつけちゃうなんて。でもモンスターマスターの力っていうのはこんだけじゃないはずだっちょ。スカウトね。はいはい、戦闘中にスカウトを選んで、まあこの辺のシステムは一緒かな。はい、まあまあまあ、この辺のシステムは多分変わってないと思うんで、まあパパッとやっちゃいましょう。じゃあスライムスカウトしましょう。よいしょ。ちょっとやっぱしつこいけどスライドパッドの操作が慣れないな。すごいヌルヌルっとなっちゃう。スカウト弱らせてからスカウトした方が確率上がるんですけど、まあ弱らせようと思っても多分倒しちゃうし、まあデフォで90あるんだったら楽勝ですね。 OK、 F ランク。じゃあまあテリーのワンダーランドを思い出して、スラボーにしましょうか。スラボーでちょっと原点回帰ということでね、スラボーにしましょう。はい、すごい飲み込みの速さだ。ちょっと、はい、オイラの想像以上にとんでもない才能の持ち主。オイラたちの長らにその力を貸してはくれないかちょ。趣味の機械いじりをしながら平和に暮らしていた種族だったと。なのに大食王ボーショックって魔物がオイラたちのウッドパークに来て仲間たちをさらって大ぐらいの要塞に閉じ込めた。オイラは火の力から逃げることができたっちょが、まだオイラの仲間たちが大ぐらいの要塞に捕まってる。オイラみんなを助けてやりたいちょと。オイラだけじゃ無理なんだっちょ。そのためにお前の力を貸してほしいんだちょ。ウッドパークまで一緒に来てくれだちょ。お願いだちょ。ウッドパークの入り口はあそこだちょと。一緒に行こうだちょ。かわいいな。はい、じゃあ行きましょうか。いや、これがあれなんだね、フィールドのもう BGM なんだね、デフォルトのね。はい、オイラはノチョリン、みんなからハヤテのノチョリンと呼ばれている。オイラもラビットを手伝うちょ。下画面の顔アイコンするか話しかけて指示してくれたちょ。はい、パートナーとして同行することになった。あれね、魔物ではないから手持ちには入らないんだね、多分。まあ、なんていうんだろう、便利アイテム的な感じだろうね、イメージとしては。はい。あ、これ押せってこと？あ、いいのか、押さないで。はい。これで、パートナーへの指示ができるようになりました。ショートカットしたい。あー、ストーリーをショートカットできる。スカウトしてきて。条件に合うモンスターが見つかったときスカウトしてくれます。へー、アイテム拾ってきて。あ、じゃあアイテムにしましょうか。お任せで入手、道具アイテムを入手。
お任せで入手5分。これでいきましょう。まあこの辺は、おお、なんかすごいアクロバティックスライム。あ、ズッキーニャがいるぞ。ズッキーニャちょっとスカウトしましょうか。やっぱね、配合のためにはね、このいっぱいいた方がいいんで、手持ちが。まあプオーンいるからだいぶ楽勝なんじゃない。 OK、 100%。まあ、ズッキーニは別にメインで使うわけではないから、ズッでいいか。ズッで。そういえば今回、性別がなくなってるんだっけ？そういえば。ね、さっきから見当たらないもんな、性別の表示が。あ、こいつなんだっけ？豚のやつ、豚の、マジカル、なんだっけ？ビッグハットか。スカウトしとこう、こいつも。こいつあんまり見慣れないな。イルルカのリメイクとかでなんかいたような気がするけど、あんまり僕は馴染みがないモンスターだけど、知ってはいる。OK、ビッグハット。じゃあまあ、ビッていきましょう。これで、4体かな、手持ちは。大ぐらいの要塞、のちょーらは近づくなっちょ。よし。じゃあ、とりあえず、この、なんだっけ、ウッドタウンだっけ、なんだったっけ。おー、これも、ウッドパークか。この BGM も、イルルカですね。町というか、村というか、その BGM ね。みんな暴食に捕まって、パークはもぬけの殻に見えるっちょ。でも運よく捕まらなかった仲間が4人くらい残っていた。その中には親友ジャックもいたんで、お前のことを紹介しようと思ったのに、ジャックのやつ暴食が怖くてどっかに隠れている。お前の頭のそれリアクターだっちょ。そいつを使えばいいっちょ。リアクターにはサーチ機能があったはず。それでジャックを探してほしいっちょ。 OK、 サーチ機能を起動します。下画面右下のボタンをタッチしてください。はい。いや、BGM いいね。これか。サーチ機能。何かが中に隠れているようだ。怪しげな樽。うん、まあまあ、樽でしょうね。あ、こっちも。大樹。はい。ほう。じゃあまあ、ここでしょうね。いた。うわ、見つかってしまったっちょ。やめろっちょ。捕まりたくないっちょ。え、暴食の手先じゃない。ジャックを探しているだけだっちょか。しら、あ、これジャックじゃないんだ。ジャックが隠れたところ見てないっちょ。ほうほうほう。まあ、これで、あれか、いろんなところを調べていけばいいのか。怪しげなところ。この箱とか？何かが中に隠れている。あ、池もあるね。はい、飲み水に使っている。で、手製の演算装置。ガラクタから集めた機械の部品を組み合わせて作った手製の演算装置。すごいね。アイテムが入っている頑丈な箱。鍵はかかっていないよ。まあ、奥の方にいるのかな、ジャックは。クソ、見つかったか。目ざといやつだぜ。おとなしく捕まってたまるか。こうなったら精一杯抵抗してやるぜ。手捕まえに来たんじゃない。そいつはリアクター。おめえ、レジスタンスか。レジスタンスっていう組織だったのかな、主人公は。お、あそこになんかあるね。宝箱。結構遠くから見つけられるね。ただ上行けなくね。この辺とかもサーチできる。こっちはサーチできない。これは？あ、こっちも。もはやこれまでか。このジャック、かくなる上は。おお、固有のグラフィック。落ち着くっちょ、ジャック。
オイラダチョウと、お、ノチョリンかと、すごいな、カールしてるね、耳が。さすがハヤテのノチョリン、あのオグライの要塞から逃げ出すとは。ノチョリンよ、一緒にさらわれたキングはどうなさっておいでで。キングが逃げ出すのは無理だっちょ、誰かが助けに行かないとダメだっちょ。ああ、おいたわしや、我らがキング、嘆くなっちょ、ジャック、おいらが秘密兵器を連れてきたっちょ。ラビットはモンスターマスター、きっとキングたちを助けてくれるっちょ。おお、あなたがキングを救出してくださると。任せろ、なんとありがたい、感動の極み、感激の極みですぞ。それではまずあそこにいるエースの話を聞くのがよろしいかと。彼の話は必ずあなたの役に立つはず。ああ、ジャック、エース、キング、クイーンっていう感じか、多分。やっぱね、ドラクエジョーカーだから、トランプのね、やつになってんだろうね。あれ？これさっき、なんか、できなかったっけ？あれ？さっきサーチできたけどな。まあ、いいか。あれ？アイテム拾ってきたっちょ。おー、いいね、魔物の餌。一旦いいや。で、ジャックじゃなくて、エースか。こいつか？はい、おめえを待ってたぜ。俺の名はエース。キング救出のため、大ぐらいの要塞へ行くんだろ？おめえのリアクターを俺と通信できるようにしてやるぜ。ここから通信でおめえをサポートする。オッケー。だいぶあれだね、親切設計になってるね。これでおめえと通信できるはず。ちょっとテストしてみようぜ。かわいい。俺いい仕事するぜ。はい、ステルスボックスセンサーが壊れてたんで一緒に直しておいた。見えない宝箱が近くにあったらリアクターが反応する。ジャックのところへ行ってくれ。あいつなら門の前でおめえを待ってるぜ。オッケー。いや、やっぱ BGM がいいわ。胸がね、キュッと苦しくなりますね、このね。この BGM。あ、これクイーンか？はい、どうやらエースの協力が得られたようですな、と。はい、憎き暴食の、住む大ぐらいの要塞はここから南東にありまする。岩の、南にある岩のアーチから道なりに進めば見つかる。旅立ちの前に王妃、クイーンからの贈り物をお受け取りくださる。私のダーリン、キングのこと超よろしくお願いしますわね。これ超使ってくださいませ。装備すれば超お役に立ちますわ。力の指輪、これは普通にモンスターに装備させればいいのかな。今まで通り主人公ではないよね。これか。アクセサリー装備、これか。力の指輪でしょう。まあこれは坊ちゃんに装備してさらに攻撃を高めていくって感じにしましょう。でこっちね、なんと南にある、おお、なんだこいつ、エグドラシルみたいな、なんだっけ、ポケモンのドダイトスみたいな。これ危険かな、危険かな、これ。寝てる、フォレストドラゴン。一旦使う、いや、戦うでいいか、一回。どうせ倒せないだろ。なんだこれ、連携みたいになってる。あ、これダメなやつだね。逃げましょう。これダメなやつだ、多分。プオーンでゼロダメはダメなやつだ、これ。こういうのはもう、逃げましょう。逃げるが勝ち。肉。腐った肉。まあこれちょっとノチョリンにアイテム拾ってきてもらいましょうか。道具を15分間の間探してきてもらいます。ん、なんか通信が入った。調べろと。なんかルーラーとか習得できるやつかな、これ。石碑へのアクセスを確認。あ、まさにルーラーゲットしたわ。
よし、ルーラー覚えました。はいはい。よし。これはオークか？オークいいじゃん。オーク捕まえましょうか。スキルでね、ホイミとか多分覚えるんで、回復役で。いきなりスカウトでいけないかな。まあ、微妙だね。あれ、増えてない。あれ、40杯いける？グラフィックだいぶ良くなってるね。おお、成功した。よし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 。レベル4。オーク。イノッシなんで、イノッチでいきましょう。イノッチで。で、ズッキーニャを控えにしましょうか。これで。で、もうなんなら、スキルポイントいくつか持ってんのかな。3。5ないとホイミ覚えられませんね。まあ、次のレベルアップでおそらくホイミ取れるでしょう。じゃあちょっと倒してレベル上げしようか。何匹か倒して。まだレベル1だもんな。不意はつけない。おー、すごい。なんか連携するね、これね。これ連携で攻撃力上がったりとかするんだろうか。いいね。会心の一撃ではない。いけ、ビーストバーン。いいね。あれ？さっきのもう一匹のオークはさ、11ぐらいで倒せてたような気がするけど、勘違いか？よし。で、さっきアイテム落ちてたね。アイテム取りましょう。スライムゼリー。錬金に使うやつかな。で、ちょっとさ、これレベルアップしたら回復するシステムもしかして。ねえ、レベルアップしたら回復してる。さっき食らってたもんね。リアクター反応あり。ちょっとその前に倒させて。すごいな、親切設計だ。いいね。これなんかコンボみたいな感じで攻撃力上がってんのかな。よし、OK。やっぱり坊ちゃん A ランクだからちょっとあれが遅いですね、レベルアップがね。火の息を覚えさせようか。序盤の火の息はね、かなり使えるんで、全体攻撃だし。で、リアクター反応ありで、道具、薬草1個しかないのか。したら、スライム後ろに下げて、ちょっと後ろに下げときましょう。で、リアクター反応あり。これやればいいんだっけ？あれ？リアクター反応あり。何したいんだっけ？リアクター反応ありって。これで、見えない宝箱、こういうこと？はい、対象ステルスボックス、そういうことか。はい、素早さの指輪いいね。これでそうだな、命につけて先手で回復ができるように後々ねしておきましょう。よし、じゃあちょっと、もうちょっと何匹か買って、それから
この城に突撃しようかな。先手を取った。木の息いいね。何なんだろうこれ、このなんか特殊演出みたいな。倒した時にこの演出が入るのかな。ボーちゃんレベル2、スラボーもレベル3になったね。でスラボーがメラホイミ電撃ガード。ほう、メラホイミ覚えさせようか。オッケー。でもう先進んじゃってもいいかな。でこれイザナイルーラかな。ルーラポイント、これルーラポイントか。ここに飛んでこれると。よし、おーなんかでっかい食事がいっぱいありますね。これもうボス戦だったりする。もしかしてセーブしといた方がよかった。おーこれキング、ガクブルじゃん。ラビット要塞に着いたか。なんだか大きな鉄のカゴが見えるな。それがキングたちの捕まってるカゴか。天井からぶら下がってるみたいだぜ。カゴを下ろす装置がどっかにあるはずだ。リアクターでそのあたりを探してみてくれ。オッケー、ちょっと一回セーブするわ。これでなんかカゴを下ろそうとしたらなんかそこまでだみたいな感じでバトルになりそうだから、ちょっと一回セーブしとこう。よし、オッケー。ちょっとリアクターで探してみましょうか。あ、これ、はい、ウィンチを動かすための装置。ウィンチとは、まあでも多分あれだろうな。ウィンチっていうのがこのカゴなのかな、ちょっとわからんけど。はい、そいつがカゴを下ろす装置。ああ違うか、普通にカゴが降りただけか。あのボーショックが来たかと思ったわ。ボーショックの足音だと思った。まあでもバトルになるよね多分ね。おそらくバトルになると思うんだよな。やあキング、助けに来たよ。ちょっとあれですね、画質がグラフィックがいいから読み込みがちょこちょこ入るね。助けが来たちょ。あ、ひ、来ましたね暴食。何してるだおめえたち。お、こいつが暴食なの。逃げる前に見つかったちょ。何やらカゴが騒がしいと思えばこいつは飛んだネズミが来たもんだべ。オークじゃん。そのリアクターおめえレジスタンスだな。レジスタンスの人間だべな。すっかり片付けたと思ってたんだがよ、まだ生き残ってたとは驚いたべ。困ったもんだべ、歯に引っかかった食いかすみてえにしつこい連中だなや。それにオラの目を盗んでそいつらを助け出そうとは生意気だべ。しかし調子に乗るのはここまでだべ。もう絶対に逃がしゃしねえ。レジスタンスどもはこの暴食が全部美味しくいただいてやるべ。マジか、暴食専用グラフィックっていうか欲しかったな。多くのなんか目だけ色変えただけじゃんねこれね。あでも2枠なんだ。そうか、これどうしようかな。とりあえず火の息、弱点とか出るんだこれ。メラ弱点、そうだな。とりあえず横から攻撃していって一旦ね。でメラで真ん中、いいね。よし、 1.2 倍。かわいい。
せ。よし、ガンガン行くっちょ。お、攻撃力増加、いいね。で、あ、入れ替えじゃない、入れ替えじゃない。これでポイントは見れない。まあまあ、攻撃、攻撃、火の息、まあ、ホイミでいいかな。あ、間違えた、ホイミ、ホイミプオンにやっちゃってるわ。まあどうせ行動不能だからいいけど。ビーストバーン、うわ、テンション上げられてる。えい、あ、間違えた。うわ、めっちゃテンション上げてきてる。こりゃまずい。おし、倒した、いいね。ガンガン行くっちょが効いたね。よし、おー、みんなスキルポイント獲得した。じゃあちょっと割り振りますね。よし、いい感じにスキル割り振りました。まあ基本的にね、能力アップよりも特技の習得をメインで割り振りましたね。よし、なんてこった、やられちまったべ、己レジスタンスめ。このレジスタンスっていうのがあれかな、主人公が元いた組織なのかな。人間をよくぞ、世たちを救ってくれた、世はノチョーラ族の王、キングなり、キングなり、ちょっとカミカミだな。魔物を従えて敵と戦うその姿、モンスターマスターのようじゃな。しかもその格好は暴食の言う通り、レジスタンスに間違いあるまい。ほう、レジスタンスを知らぬとな。そのリアクターは単なる飾りと申すか。記憶をなくしたまま草原を歩いていたら、ノチョーラの者と出会った。ほう、よかろう、助けてくれた恩もある。世が知っていることをそちに教えよう。ウッドパークへ来るがよい。詳しいことはそこでしようぞ。モンスターマスターであるそちに見せたいものもあるでな。これルーラでウッドパーク行けんのかな。これか、ウッドパーク行けますね。よし、じゃあちょっとウッドパークで昔話なのかな、聞きますか、おじいちゃんの話。おお、みんな戻ってきて平和になってるね。よかったよかった。はい、ラビット殿、こたびの活躍お見事でしたぞ。ではラビットよ、約束通り世の知っていることを教えようと。世たちのノチョーラ族はこの静寂の制限で、静寂の平原で、草原で平和に暮らしていた。もうぐちゃぐちゃやん。ある時闇に染まりし異形の魔物ブレイクモンスターが現れた。それがさっきの暴食みたいなやつ。闇あるところ光あり、リアクターを身につけブレイクモンスターに反逆する者レジスタンスが立ち上がった。そしてそのレジスタンスの中には自由自在に魔物を乗りこなし、ブレイクモンスターに立ち向かった勇敢なモンスターマスターがいた。しかし多勢に無勢、レジスタンスはついに、ブレイクモンスターに敗れ壊滅し、世たちもまたブレイクモンスターに支配され、夢も希望もないまま、暮らすことになった。だが神たちは世たちを見捨てなかった。ラビット、ソチが現れたのだ。ソチこそブレイクモンスターを打ち滅ぼし、世に平和をもたらす希望の光に違いない。ゆいか、ラビットよ、これからもモンスターマスターとして力をつけよう。ソチの秘めたる力の解放こそが、記憶を取り戻すきっかけになるであろうぞ。なるほどね。だから冒頭で、なんか、機械、丸い機械で、なんか逃がしてたやつ、あそこがあれか、レジスタンスの本拠地っていうかアジトみたいな感じだったんだね。
まずはこの上にあるモノリスよりモンスターマスターの聖地へと行くがよい。聖地の名はバーチャルコロシアム。そこでそちは新たな力に目覚めるだろう。準備ができたらモノリスを調べよう。それでは検討に乗るぞと。はい、ということで一旦ね、一人目のボスを倒して一段落ついたと思うんで、まあここで第一回終わりにしましょうか。で、魔物の餌とかアモールの水とかね、薬草とか結構拾ってきてくれましたね。はい、ということで一応ね、1体目のボスを倒してパーティーはこんな感じで、プレイ時間が42分って感じですね。まあ、こっからね、どれぐらいのボリュームがあるのかちょっとわかんないんですけど、またね、ちょこちょこやっていきたいと思いますので、また次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。さよなら、ビット、またね。